武漢大学は中華人民共和国古北省武漢市武将区に位置する国立大学。中国で最も歴史がある国家重点大学の一つである。大学の略称は武大。中国の副部級大学の一つである。大学は国家重点実験室も持っている。985皇帝、211皇帝、総一流 桜の花見は有名。国が初めて設立を批准した研究生員の一つでもあり、184の学科において、博士学位の授与権、238の学科で修士学位の授与権を所有し、また11の博士家庭修了後流動ステーションを所有している。他に20の学科が国家重点学科に指定され、17の学科が国家、 211校庭の重点建設学科に列せられている。2008年11月現在3500人余りの教員が在籍しており、内教授、副教授が約2300人となっている。また、中国科学院員士が7人、中国校庭院院士が9人、国際大和科学院員士が3人在籍。その他、21の学科に、 情報学者奨励計画特別招聘教授の地位を設けている。武漢大学は30種類の学部があり、様々な分野についてのプログラム。例えば、科学、技術工学、農業、医学、文学、歴史、哲学、法律、経済学、教育学、経営学などについてのプログラムを提供している。創立以来三十万余名の優れた人材を世に送り出し、 多くの著名な政治家、科学者、教育家、文学家、芸術家、実業家並びに社会活動家を輩出している。1993年の創立100周年、記念式典では、ハーバード大学、イエール大学、東京大学ほか数多くの大学から祝福された。現任学長は、東欧健安氏、共産党総支部委員会書記は関心。 建築面積は389万平方メートルで、学生数は2016年現在、本科生31,086人、広市市研究生16,426人、博士研究生6,785人、総計54,297人である。東湖の南西に位置する、武漢大学1、武漢大学2、武漢大学医学部、 3. 東湖中国中央部でも戦略的に重要な湖北省武漢市にあり、風光明媚な落下山陸東湖に面し広大なキャンパスを誇る。大学も近代的な建物と旧式の建物が調和し、校内にも水と緑が豊富。春になると校内の大貨大堂などに大量の桜が咲くのは日中戦争中に日本軍が植えた歴史があり。 日中国交正常化以来植えられたもの。古い建物は、カイ H ケイルズによって設計された。法学院は、2019年度の QS、世界大学ランキングにおいて、テキサス大学オースティン校、グラスゴー大学、S ズリック、サイオンセス PO 等、世界各国の名門大学と並び、50から100以内にノミネートされている。2012年度の 中華人民共和国教育部学科評価により中国国内において強みを持つ研究分野は以下である。ありがとうございます。